さあ、今日はこの方。はい、サトメタルでございます。よろしくお願いします。サトメタルさんです。はい、出ていただいて、はい、やっぱ里見てるさん、その時にあの社長夫人だなんつって、あ、そうですね、話してましたよね。それでちょっと今日財布が見たいんですけども、財布見せてもらってもいいですか。あ、全然大丈夫ですけど、現金ほぼほぼ入ってない。あ、そういう感じのあれですカードとかってことですね。そう、そうですね、カードもそんな大したカードないんですけど、あの一応、はい、お金持ってる人のセオリーで、はい、お金持ってる人こそ、はい、財布に現金入れてない。おあの、お金が大好きだからお金が貯まるわけであって、はい、現金をはいはいはい、はい、ほとんど使わないように気をつけ、あとカードもそんなに使わなかったり、わかりました。本当に一点買いなんですよ。あ、わかりました。そんな里見太郎さんの財布じゃ、はい、まあ、そういう理由も込みで見せていただいても大丈夫ですか。行きましょう。じゃあ、はい、はい、特にこういうボケは。じゃあ、ちょっとこの汚いコーチのお財布です。あ、いえいえ。あの、これはですね、はい、10年くらい前に勤めてた、うん、ショーパブのお客さんが買ってくれたんです。それをね、こう、ね、もう結構年季入ってるんですけど、はいはい、やっぱりブランド品なんて壊れないんですよ、全然、ね、はい、全然入れてません。6000円と、夫人としてはちょっとそうですね、確かに、はい、全然返しても入ってます。ああ、でも細かいの入れて、はい、800、もう900円近くちょっとちゃんと調べましょうか。はい、あ、836円。6836円。はい、社長夫人、じゃあ、まあ、カードでと。カードもそんなになんかこうクオリティのあるカードじゃないですよ。じゃあ、まあ、その、はい、別に持ち歩かないってことですね。そうです。家に金庫があってそこに全部入れてるんですよ。へえ。基本的には旦那に全部管理されてるんで、旦那が全部こう会計とかもやってるんで、はいはい、買うときはじゃあもう100万くらいで出てきて、社長さん、すいません、家からもしよかったら、はい、こういうやつもいるんで、はい、こういう、はい、とんでもない、とんでもございません、社長夫人って言ったら100万くらい入ってんじゃないかっていう。チャンネル登録よろしくお願いします。